朝ドラ「とと姉ちゃんあらすじ予告」第129話、星野がつね子を抱きしめる8月31日水放送分危機物語青葉からの助けを求める電話を受けつね子が星野の家に駆けつけると熱を出しているはずの大樹は元気にしていましたその日は青葉の誕生日で つね子に来てもらいたい一心の青葉が嘘をついたのです大輝のことを真剣に心配していたつね子は大輝が元気にしている様子に安心し目に涙を浮かべますそんなつね子の優しさに星野は感激星野はつね子に本心を告白しましたもっとつね子と会いたいもっと一緒にいたいと2人の気持ちは 通じ合うように見えたものの、つね子は星野に答えました。自分も星野と会いたいが、星野に迷惑をかけたくもない。しかし、つね子の言葉を最後まで聞かず、星野はつね子を抱きしめるのでした。一方、赤羽電機の社長、赤羽は、あなたの暮らし出版の次なる商品試験を阻止しようと、工作に動き始めていました。